キユーピー3分クッキング、こんにちは。今日はフロランタンというお菓子です。アーモンドとキャラメルがとても香ばしい焼き菓子なんです。まずアーモンドからご覧ください。フロランタンには通常スライスアーモンドを使っていくんですけれど、はい、私はねいつもこのホールアーモンドを使うんですね、でなければ皮付きでも構いませんけれど、これをだいたい縦に 3,4 等分にカットして、こんな風に170度で13分くらい軽くローストしてください、はい、さらに香ばしさが増します。では最初にサブレ生地から作っていきます。バターです。クリーム状にします。バターが 50g です。ここにグラニュー糖と、グラニュー糖 30g、 お塩ほんの少しですね、加えます。はい、1つまみです。でグラニュー糖のジャリジャリした感じがなくなったらどんどん入れていきます。はい、卵黄ですね。はい、卵黄1個分混ざりましたら、もしあればバニラを加えてください。はい、これで綺麗に混ざりましたので、今度は粉を加えていきます。薄力粉です。はい、薄力粉は 75g。はい、でこれをゴムベラでこんな風にボウルにキュッキュッと押し付けるような感じで合わせていきます。はい、今日のお菓子はこのサブレ生地の上にまたさらに上に乗せるという2層のお菓子になるわけですよね。そうなんです。複雑そうですけれどね、一連の作業でもってできますからね。はい、はい、でこんな風に綺麗に合わさりました。そしたら今これ柔らかいので、ラップに開けて、はい、あ、はい、きっちりとこうやって包んで、はい、で 2,3 時間休ませてくださいね。はい、はい、でこの休ませたものを伸ばして焼いたのがこちらなんですけれども、だいたい20センチ角くらいに伸ばして20センチの枠で抜きますね、はい、そしたらピケをしてちょっと30分くらい冷蔵庫で休ませます、はい、それから170度で、15分くらい、こううっすらと焼き色がつく、これ下焼きなんですね、はい、こんな風に焼いておいてください。またさらに後で焼くわけなんですよね。そうです。で枠がなければボール紙で簡単に作れます。はい、では次に上に流すヌガを作っていきますね。はい、お鍋にグラニュー糖です。グラニュー糖が 40g、 それから蜂蜜を加えます。はい、蜂蜜 35g です。で次にバターですね。バター 50g、 生クリーム加えます。はい、生クリームが 45ml です。はい、全部加えました。そしたらここでまずは、はい、最初から混ぜてしまって構いませんから、まずはバターをこうやって溶かします。はい、で今日のポイントは何といってもここでの煮詰め方なんですね、はい、でここでたくさん煮詰めてしまったり、キャラメルソースのように焦がしてしまったりすると、さらにオーブンに入れて焼いていきますから、硬くなったり、はい、あとは本当にもう歯が立たないようなフロランタンになってしまうので、ここのそれはもったいないですね。そうなんです。煮詰め方だけね、よく見ておいてくださいね。はい、でこんな風にすぐにバターきれいに溶けます。とこう沸騰の泡が立ってきましたね。はい、はい、そしたらこの時に先ほどローストしておいたアーモンドを加えます。はい、アーモンドは 120g です。もしもあればドレンドジェリーを入れてください。はい、でこうして混ぜます。で様子見てみるとね、こうやって書いた時にもう初めから一文字は書けるんです、はい、ですけれどすぐにこうなだれ落ちますよね、はい、シャバシャバしてますよね、でこれをどのくらいまで煮詰めるかというと、はい、こちらです。はい、はい、一文字が書いた時にこうゆっくりこう 1,2 っていうとこうなだれ落ちるくらい、はい、1,2 っていうとなだれ落ちるくらい、このくらいまで煮詰めるんです。だいたい時間的に3分半から4分くらいでしょうかね。弱いですよ、火は。はい、はい、この煮詰め方を覚えておいた方がいいわけですね。そうです。で色は全然こうキャラメル色ではないですよね。そうですね、オーブンで色をつけていきますからね、はい、そしたら先ほどから焼きしたサブレ生地に流して、でざっとここで平らにしてください。はい、はい、全体に広げていきます、はい、この時にキャラメルはねオーブンの中で広がりますけれど、はい、アーモンドは広がりませんから、アーモンドとドレンドチェリーがこう均等にサブレ生地に行き渡るようにこうやって広げて、でこれを
焼きます。だいたい170度で16分ぐらい焼いてください。はい、そして焼いたものがこちらになります。はい、あ、大丈夫です。とっても甘い香りがしますね。で、あ、ふつふつとこちらも、そうです、はい、もう大変な蜂の巣ついたような騒ぎになってますよね、はい、これも大やけどしますからね、はい、あのこのまま天板ごと枠もつけたまま冷ましてください、はい、こうグラグラしてますよね、やはりいい色に焼き上がるんですね。そうなんです、でこちらが冷めたものなんですけれど、はい、もう落ち着いてますよね。で綺麗ないい色になってますよね、でカットの仕方ですけれども、こうやって逆さまにしてサブレの方からカットしていきます、はい、ちょっとここごめんなさい、割れちゃってますね。サブレ生地の方から切っていくんですね。そうです、はいはい、でこう爽やかに温かいかなくらい、はい、だいたい焼き上がって30分から1時間くらいかな、その時にあのカットすると綺麗にカットできます。はい、このサブレ生地がこうさっくりとしていて、それでいてこうアーモンドの方の生地はもうこうカリッと、もうノコギリ切るようにね、一個一個切らないとカットできないんですね、はい、はい、そしたら、はい、いいツヤにが出てますね、はい、では材料をご覧ください。まずサブレ生地はバター 50g、グラニュー糖 30g、塩1つまみ、卵黄1個分、バニラエッセンスが少々です。薄力粉 75g、これらを混ぜ合わせ、30分間休ませた後に20センチ角の型に伸ばします。さらに休ませた後に、170度のオーブンで15分下焼きをしました。その後ヌガーはグラニュー糖 40g、蜂蜜 35g、バター 50g、生クリーム 45ml、 ホールアーモンド皮なしが 120g、 ドレンチェリーが6個です。これらを煮詰めて、さらにオーブンで170度のオーブンで16分焼きました。先生、作り方のポイントを改めてお願いします。あの先ほど申し上げましたように煮詰め方だけですので、はい、最初から一文字をかけますけど、その一文字がゆっくりなだれ落ちるくらいになったら火を止めてください、はい、今日はフロランタンをご紹介しました。